トマヤイボニは、ベナンの銀行家、政治家、同国大統領、アフリカ連合総会議長を務めた。ヤイが正であり、日本の外務省は、ボニヤイと表記している。1952年7月、フランス領ダホメのチャウルーで生まれる。ボルグーから大きく南下したリトラル県コトヌーにある、国立ベナン大学に進学して、経済学を学び、ダカールのシェクアンタ、ジョップ大学で、 経済学修士号を取得した。その後フランスにわたってオルレアン大学に通い経済学、政治学博士号を取得し、銀行員として働く。1976年にはパリド・ーフィネ大学で経済学博士号を取得した。ベナンに戻ったやいは、1980年から1988年までベナン金融銀行で副局長として働いた。 1994年には実績が評価され、ダカール日本共和国西アフリカ諸国中央銀行の社長となった。2006年3月15日に開かれた大統領選挙では当選が危ぶまれたが、3月19日の決選投票では対立候補のアドリアン・ウンベジを破り、同年4月6日にベナン共和国第4代大,大統領に就任した。 2007年3月15日、町の議員集会が終了して、政府庁舎に戻る際、八重に反感を抱く、反政府勢力が道路を封鎖して待ち伏せした。八重が別車両に乗り移ろうとした際、側近が反政府勢力の人間ともみ合いになり、負傷するという事件が起こった。二千十三年二月十七日に訪日。三月二日には TBS テレビ系。 番組、情報7デイズニュースキャスターに、中日ベナン大使、ゾマホン・ルフィンと共に生出演し、ベナン共和国を支援している、日本国民と北野武氏に感謝の気持ちを伝えた。2016年4月6日、10年と9日間の在任を終えて、大統領職を退いた。公認には、無所属のパトリスタロンが就任した。ありがとうございます。